皆さんこんにちは。今回は、前回紹介した蝶々について、ほとんど解明できましたので紹介します。蝶々の次は、凶炎、の紹介でしたが、それについては来週に取り上げますのでお待ちください。先週、投票企画で上位にランクインした、蝶々、という曲について紹介しました。一般に普及した歌詞とは異なるものが古いレコードに収録されていたのですが、その歌詞の出どころを追っていきました。前回は、神奈川県立図書館にある小歌集コレクションからこの歌詞が使用された書籍を特定できました。その書籍は、尋常小学小科教授書第2学年というもので、かつての初等教育で使われていた教科書の、手引き書のような役割を果たしていたのではないかと推測し、著者である田村氏が作成した歌詞である可能性がありました。また、架空歌の解説も載っているので、この書籍に歌詞が作られた経緯などが載っているのではないかと思われ、所蔵されている図書館が限られているので後ほど調査するということで動画は終わったかと思います。まだその書籍は確認できていないのですが、あれから多くの方に情報をいただくことができまして、作者まで判明しました。今回はこの歌詞を作ったのは誰だったのか、そしてどのような経緯で出回っていたのかを説明します。まず今回の異なる歌詞に関して、ほとんど出回っていないと紹介しましたが、他にも出回った形跡が見つかりました。それが1912年1月に出版された新遊戯法という書籍で、表情遊戯という章で紹介されています。いわゆるお遊戯やダンスの手ほどきが記されているのですが、それに夕べのお宿の歌詞の蝶々が使われているわけです。このことから、明治末にはこの歌詞が流通していることがわかります。ちなみに、1909年にはすでに菜の葉に泊まれ、の歌詞も遊戯に使用されており、こちらの文献から確認できるそうです。この時点で、やはり一般に普及していた歌詞よりも後から出回った形跡が見受けられますが、この歌詞は見直しだったり、改訂で一時的に加えられたのではないか、と推測されておりました。さらに、1933年の書籍でも同様の歌詞が使用されておりますが、文部省唱歌という表記があります。つまり、この歌詞も公式と非常に近いものだったのではないか、と思われ、地域によって変化する替え歌の類ではなく、文部省が認める小歌集には乗るレベルの方が書いたものです。では、やはり尋常小学校の教授書を作成していた田村氏が作った歌だったのでしょうか。尋常小学小科教授書第2学年に例の歌詞が掲載されていると紹介し、国会図書館デジタルで1学年が所蔵されていると話しました。実はこれ、同名遺書であり、1学年については1913年に明治出版協会により出版されたもので、先ほどの教授書とは無関係でした。尋常小学小科教授書第2学年については神奈川県立図書館の索引に記載があったように国定教科書共同販売所が出版したものです。いずれも田村氏が著書に関わっておりますが、国定教科書準拠と要望していることから一応国定教科書の扱いだそうで、教授書となっていますが、手引きの対象としているのは1906年の尋常小学小科という教科書です。この2年生上巻に蝶々が収録されておりまして、例の歌詞が載っているというわけです。こちらは近代教科書デジタルアーカイブにて閲覧できるそうで、そのページがこちらです。確かにあの歌詞が記載されているのが確認できますが、作詞者は芦田氏と記載されています。この方は何者なのかというと、著者である田村氏との関わりがあった芦田栄之助という人物ではないかとのことです。そして、文部省唱歌の日本海海戦を作詞しており、作曲は田村氏です。このことから、蝶々は田村氏との関わりがあった芦田氏が作詞したもので、この頃に歌詞が作られたものと思われます。さて、尋常小学校向けの小歌集に関しては1881年に小学小歌集が作られて以降は長らく完成ではなく、
民間で作ったものを検定するなどして使っており、収録されている歌もバラバラで、同曲でも曲名が違ったり、別曲なのに同名となっていたりなど、非常に混沌を極めているそうで、実は町長も掲載がバラバラなのだそうです。それゆえに、載せている本の方が少なく、完成の小学小歌集には載っているものの他の本には載っていないのだそうです。しかし、歌詞は先ほどの1906年の尋常小学紹介外では、一般に普及した菜の花バージョンとなっており、完成である1881年の書籍に足並みが揃えられていることが伺えます。ではなぜ1906年の書籍のみ歌詞が異なったものが掲載されたのでしょうか。これについては、著者の田村氏や関わりのあった芦田氏が歌詞に関わるような活動をしていた方々であり、自分たちの作った歌詞を普及させようとしていたのではないかと推測されています。その一環として、今回の1906年の書籍にオリジナルの町長の歌詞を掲載していたものの、そこまで普及することなく終わってしまった可能性があります。ちなみに、明治大正、昭和10年代と何度か歌詞の改変ブームがあったという話をコメントでいただきました。今まで普及した歌詞から、新たに作るというのは違和感がある方もいるかもしれませんが、実は当時、歌詞を改変するのは割とよくあることだったのかもしれませんね。というわけで、今回の謎の歌詞に関しては、芦田愛之助という人物が作詞した可能性が高く、共に活動していた田村氏の書籍に掲載されていたのが、初出だったのではないかと考えられます。少ないものの、この歌詞が出回った形跡もあるので、田村氏たちが普及活動を行っていたのか。1906年の尋常小歌も国定教科書準拠と掲げられているので、それを参考にした制作者がいたのでしょう。おそらく改変ブームの最中に生まれ、普及することがなかった歌詞だと思いますが、今になって出てくるのも少し感慨深いですね。最後になりますが、発端となったレコードを持っている方がおりまして、現物の写真を見せていただきました。このように、歌っている方の顔写真も掲載されておりまして、当時の時代を感じますね。いかがでしたでしょうか。作詞者も判明したので、ほぼ解決したと言ってもいいのではないでしょうか。何人かの方が、この、夕べのお宿、の歌詞で歌ったことがあるという話を教えていただいたので、当時は結構歌われていたのかもしれませんね。町長以外にも、異なる歌詞が存在する曲は探してみると多いのでしょうか。